はい、こんにちは、竹島社長です。お久しぶりでございます。まだね、この奥にもね、エルグランドとフーガがあって、そこにキャラバンがあるんですけど、それとあとね、マーチがね、奥の方にあってね、っていうかね、いきなりちょっと忙しくなっちゃいまして、もうね、日中もさっちもいかない状態で、多分今日僕ね、寝れないかなという感じになるんですけどね、いう感じです。今日はね、もうちょっとね、ダーッとね、撮っちゃいますんでね、ちょっともうこれもほとんどもう、今から撮るね、3台撮るんですけど、まあね、スカイライン、エルグランド、フーガー、これ全部オークション会場持ってきますんで、はい、もうこんなね、高級車いっぱいね、うちにあってもね、はい、買うか買わないかわからないようなものね、置いててもしゃあないんでね、いうところです。外装とかね、そんなに傷ないです、正直言って。もうね、パーッと紹介だけさせてもらいます。もう、売るっていうよりは、普通に、スカイラインってこんな車なんだとか、フーガってこんな車なんだっていうので、見ていただこうかなと思っております。こちらスカイラインのですね、2000GTT の、タイプ P かになります。28年式だと思ったんだけどな。さあちょっと、ね、下に乗っていきます。距離の方ですね、距離は、ちょっとね、仕事でお使いしてる車なんであれなんですけど、48,000 ね、447キロです。これマルチとは言わないんかな、つまりナビゲーション、それと、アラウンドビューモニター、それとですね、テレビ、あれ、うん、分かんないんだな、このテレビね。あ、映った映った。ちょっとね、よくわからないんですけど、ね、この切り替えがちょっとね、いまいちよくわからないんですけど、まあ一応テレビついてます。じゃあね、あまり映すとね、言われますからね。それと、こちらの方ですね、これはまあ、トランクとかのね、スイッチで、まあ、横滑り、アイドリングストップかな。それとビルトイン ETC ですね。あとはまあ BM さんみたいにここでね、ナビゲーションの、操作とかナビゲーションとか、まあなんかするでしょうね。あとはまあこういった感じで、ここにツアーリングスイッチ入ってます。まあカメラ付きですね。カメラっていうか、この、なんていうのかな、ブレーキのカメラですね。はい、いう感じです。結構かっこいいですよ、ね、よいしょ。もうこの間もね、スカイライン買い取りしましたけどね、はい。あとレザーシートです。ちょっとね、うちに来てからね、うんこ鳥がうんこちゃんするんですよね。白い車なんかうんこしようとするんだな、あいつらな。はい、ね、もう本当に早くね、これ30分ぐらいでね、全ての車取らないと。もうね、3台ともね、やっぱ掃除しないといけないんでね、もう夜夜中になっちゃうし、出品表は書かなくちゃいけないしね、またこれね、今日名古屋にね、とりあえず持ってかなくちゃいけないんで、2台ともね。あ、3台か。まあ明日ちょっとエルグランド持ってって、この2台セダン系はね、今日持っていこうかなと思います。ちょっとね、うんちっちがついてるんでね、ちょっとさらっという感じで、はい、いう感じです。はあ、エンジンルームでちょっと汚いですけどね。もうちょっと現場仕事なんでね、お客様は現場仕事のお客様なんで、ちょっと、ホコリっぽくですけどね、いう感じになります。そしてですね、チャンネル登録、高評価、コメントですね。よろしくお願いいたします。竹島社長でした。失礼いたします。